ドライポイントとは版画の技法の一つ。ポイントと呼ばれる先端が鋼鉄やダイヤモンドがついた極めて高度の高い針を使い銅板に直に掘って描画する黄斑技法。ドライとはエッチング用の腐食液を用いないことから、そして尖った先端を持つ道具、ポイントで濃く描するので、ドライポイントという。掘られた線は均一な線ではなく、 針で押し出された銅のささくれや、まくれなどを活かしてすることも、特徴の一つとされ、独特のタッチになる。ジャン・フランソワ・ラファエリによるドライポイントを用いた、自画像腐食液や防食材などが必要なく、ひっかくだけの簡単な、技法なので、小中学校や、初歩の銅版画教室で取り上げられることが多い、技法である。ただ、手軽な技法ではあるが、 ポイントで描画する際に針が同伴に引っかかり描きづらく、まくれを強く出すためには力が必要であったり、また金属のめくれによってすり上がりが変化するため、描画している時にトーンが把握しづらいなど、不織液を使う技法であるエッチングに比べると意外と描画が難しい。ジョージ・エルバートバー、アリゾナの新機楼、メアリー・カサット、ファムはサトワレドライポイントと、 アクアチンとドライポイント用のニードル。ありがとうございます。